TBS ラジオ954。ネットを見ててもブログ書いても仕事をしてても何か足りない。パソコンしながらネットラジオが楽しめる聞けるツールバー、詳しくは聞ける .com。 ネットでラジオ。せーの、てめおこ、てめおこ。さあ、というわけで、小川直也が先導来ております。この剣の腰のてめおこ。そして、その、ポッドキャストが始まりました。さあ、こちらね、本放送ではですね、いろんなコーナーやってまして、その、ボツネタを紹介していくというのを、このポッドキャストをやってたんですが、今回は特別に、ゲストの方が来ていただいてるので、特別編、ポッドキャストをお送りしたいと思います。ゲストは、この方です！シソー !RG でーす！よろしくお願いします。すごいですね、この TBS のラジオブースがクーンって反響で言いましたよ今超音波的な、ね、ちょっと違う部屋かと思いましたね、はい、すごいな、バベル2世の乗ってる鳥みたいなことすんねやお前どういうことですか口から超音波出んねや、ロプロスや、ロプロス、会長ロプロス、まさにそうですね、まあ、RG がね、あの本編の方で、はい、史上空前の神祭りを、これゴッド祭りではなくね、言葉を噛む祭りを、はい、だいぶそれで進まなかった、カムカムフェスティバルでかなり進行の方が遅れましてですね、すいませんでした本当に。リスナーの皆さん、新しく始まったコーナーすらちょっと紹介できなかったという、すいませんでした本当に、もう噛みません。こちらポッドキャストの方で新コーナーの方やりたいと思いますけど、まずはちょっと普通のお便りが届いてまして、こちらの方読んでいいですか、はい、ラジオネーム秘密の裏ももげ、はい、僕は高校で普段からチンゲ、メダパにてめおこといった言葉を使い笑いを取ろうとするんですが全く通じません。当たり前ですこれしかし隠れてめおこメイトはいるはずだと思うんです。ですから一発でてめおこメイトと分かるようにてめおこメイト待ち受けを作ってみてはどうでしょうか。てめおこメイトは待ち受けを見たら分かる、こんな世界を平和って言うんじゃないですかね。平和の象徴のケンコバさんが動かないと世界は変わらないって、というお便りいただきました。変わらないって、まあ高校でね、はい、まあ、てめおこ聞いてるやつはまあそうですね、各高校に一人でしょうね多分そんな広がらないでしょこれは。そんなに少ないですかね、まあでも待ち受け画面なんてね、はい、いいかもしれないですね。いいですね、やっぱ小橋のてめおこ待ち受け画面、お互い見せ合ってこれだぜと、うんうん、まあ許可は絶対に下りないですけど、やっぱ今なら幸四郎さんの待ち受けが一番いいでしょうけどバンテリン、まあ、絶対に許可は下りないですからね。そうですね、まあ、イラストにするとかね、まあ、バンテリンイラスト、バンテリンイラストで、はい、なるほどね、はい、屈伸してる幸四郎さんのイラストを描ける人おったらねぜひリスナー幸はここのリスナーはね、はい、イラストが上手い人が多くて、あ本当ですか、今このステッカーを決めようということで、はい、その何個か、結構いいイラストが届いたんで、はい、投票してくれとなったら、はい、我よ我よと先にこの投票せずに自分のイラスト送ってくるっていう自己顕示欲の塊みたいなやつらばっかりで、すごいですね、進まないんですよこちらの方がクリエイティブですね、クリエイティブなんですどれもこれもまたか結構秀逸なデザインで、あいいんですけどね、はい、ちょっとこちらの方も幸四郎さんが屈伸してるイラストをねぜひ皆さん描ける人がいたら送ってくださいね、待ちしてます、このてめおこめと待ち受け画面係まで。さあ、というわけで本編でできなかったコーナーをちょっとこちらでやりましょう。はい、コーナーはこちら、前田中明がぶった切る。日本最後の侍、芸能リポーター前田中明。ドラクエ9のすれ違い通信の説明を聞いて、メールできないの？そんなのつまんないつまんないと一刀両断。何者をも恐れない剣豪ぶりを発揮し、あの年代の人たち特有の発想で今夜も現代日本を切りまくるというコーナーなんですよ。これ実際に、はい、実際にあったようなんです、この事件。え？リスナーから投稿が来たんですけど、はい、ドラゴンクエスト、まあ RG はやってないやろうけど、はい、DS で、すれ違い通信っていうのはね、はい、結構な社会的現象になってるって言って、秋葉原にみんな何百人集まって、このすれ違い通信。データの共有って言いたいんですかね、そういうのがあるんですよ。すれ違うだけで。そう、相手のデータが見れるみたいな。すごい。地図をプレゼントできるみたいなね、システムがある。へぇ。それが今、秋葉原とかですごいことになってますと。はいはいはい。外国人観光客がそれを写真に撮りに来るみたいな。っていうのを朝のワイドショーに流したら、はい、何なのこれは、そういうデータを、宝の地図渡す、はい、みたいな、はい。
何それ、メールとかの代わりになんないのそれ。何それ、つまんないつまんないって言ったって言うたという。そんなに怒ることですか、ね、そうなんです。怒るというか、要その、なんちゅうんですか、周りの、ね、きっとそのワイドショーも、はい、そういうニュース流しますんでという、スクエアエニックスとかに連絡入れてたと思うありがとうございます。うちも宣伝になります。助かります。みたいなんでね、はいはい、共有か、同じ、この、なんていうんですかね、はいはい、コミュニティみたいになって、はい、見てたと思うんですよ、この広報担当の人とか、はい、テレビ、はい。この前田中明が、はい、つまんないつまんないって言うんですから。ひっくり返ったと思う。コメンテーターとしてはね。コメンテーター、辛口コメンテーターですよ。ね、はい、ねえ。わかりました。さあ、そういう前田中明がいろんなものをぶった切って言ってるんじゃないかということで、ちょっと、調査してもらったところ、いろいろ報告来てますんで。はい。目撃談いっぱい来てます。はい。こちら行きましょう。ラジオネーム、れっきとした黒歴史。前中が有機 EL テレビに噛みついていました。笠井アナ。見てください、この薄さ。最新技術によって、ここまでの小スペース設計が実現しました。どうですか中明さん、すごいでしょ前中。へえ、最新技術ね。こんなに薄いと買ってすぐに壊れちゃうんじゃないのそれにビデオ入れるところないけど、どうなってんのこれ。これじゃあ藍染京子の未亡人下宿シリーズ見れないじゃんか。つまんないつまんないビデオなんですね。ビデオなんです。前中様だね。ビデオなんです我々アナログ世代の代表でもあるんですけど。そうですね、まあ、代弁者ですね。代弁者でもあるんですよね、はい。こちらラジオネームなかなかうーちゃん。前中さんがクイズヘキサゴンを見て、え？これ最後にトランプマン登場しないの？つまんないつまんないと言ってました。アナログ世代の代表です。最後はトランプマン、ね。ああ、やっぱ明るいね、はい。クイズ番組には最後トランプマンで締めてもらわない。僕ら、そうですよね、僕らにとっては。うん。こちら、ナルムーニー伯爵。前田中明さんが、なーにクールポコって本当は餅ついてないの？詐欺じゃん！つまんないつまんないと言って、みたらし団子を食べていました。ぶった切って、目につくものすべてぶった切る。もうエアーでなんかするとかはもう許せないじゃん。そうだ。竹蔵だった頃の宮本武蔵ですよ。とにかく切る。切る。そういうね、男なんです。侍ですね。侍です。こちら、ラジオネーム、れっきとした黒歴史。あ？週刊少年ジャンプ。漫画って新聞の左上にちょこっとあるもんじゃないの？小回りも複雑すぎて読みづらいし、少年誌なのにエッチな漫画ばっかだし、こんなもんつまんねえつまんねえ！コロちゃん最高！恐ろしいですね。その、周りのこととか全く考えないんでしょうね。誰かが、これで謝りに行かなあかんっていうこと。そうですね。うん、自分が一番最初に触れたもんが一番っていうことですね。そうなんです。コボちゃんに最初に触れた。俺が、ミスター俺ですよ。俺がルール。俺がルールです。こちら。ラジオネーム、れっきとした黒歴史。前中さんが最近のラブホーをぶった切っていました。大倉さん。最近では台風のインテリアだったりゲームできたりするラブホが若者に人気みたいですね。前中。え？回転ベッドないの？でかい鏡もないし、これじゃやってる時の体位チェックできねえじゃねえか。女と入ったら即挿入してドッピュンって相場が決まってんだろ。つまんないつまんないと、ほざいてました。こういう人なんです。梶原一騎さんみたいな。梶原一騎さんみたいなね。いや、言うてること正しいんですよ。ラブホテルで何するもんなんだ言ったら、はい。挿入してドピュッとするとこですよ。ラブホテル。そうでしょ ?RG さんも。そうです、そうです。ゲームなんてしないですよね。ゲームがあったとしても、したとしても、はい、目的は挿入してドピュッとするために行くわけでしょ。そうです。もうそれがゲームですからね。それが、え？逆に言う。ザ・ゲーム。ザ・ゲームです。ドピュッとするのがゴールですから、ね。ゴールですか。はい。そうですよね。はい。わかりました。じゃあこちら、ラジオネーム、ヘンチッポコイだ。中明さんが RG つまんないつまんないって言ってました。早い早い。たまにね、こういう正しいことも言い張るんです。早い早い。たまに正しいこと言うんですよ。もうちょっと噛んでほしい。いっぱいいるの RG のことことを、はい、触れてほしい。触れてほしいですね。いっぱい。前中さんとかに RG が追っかけられる日来るんかね。もう結婚もしちゃったし。そうですね。本当もう出馬とかしないとダメでしょうね。出馬しても来ない可能性あるよな。どうやったら振り向いてくれんね、中明さん。はい、売れるしかないんちゃう。ちょっとネタ頑張ります。ネタを。そうやね。はい、B コースのハブ島のライブを即刻中止して。あれはあれで。あれはあれで。あ、置いてきます。わかりました。ラジオネーム、れっきとした黒歴史。AKB48？ あ？
国章も、山本スーさん組子も、かわいそうな子もいないの？そんなの全然燃えないよ。どうせすぐ消えるだろ！つまんないつまんない！こういうこと言えないぜ、人は。ほとんど昭和58年ぐらいのネタばっかりじゃないですか。万が一、ポンと頭浮かんでも、口には出せないのを毎日さ、言ってくれるんですよ。そうか、やっぱ大便所、俺たちに言えないことをね、簡単に言ってのけるんですよ。つまんないつまんない、今の世の中。そうなんです。ラジオネームなかなかうーちゃん。マイチューさんが PS3 のコントローラーを見て、え？通行にマイクついてないの？じゃあ俺何のために通行を選んだの？つまんないつまんないと言ってました。確かに昭和ですね。全部す。全部。昭和に照らし合わせた今のもんってつまんないんでしょうね。高校生とかわかりますかね、この辺ね、うん。そうですね。ラジオネーム頑張れ小さい林。前田中明さんがガンダムを見て、え？モビルスーツの性能の違いは戦力の決定的差ではないの？つまんないつまんない。ほう、なるほど。こういうセリフにも食いついてしまうんです。セリフまでつまんないと。まあ逆にこう真剣に見てる証拠ですよね。そうですね。もう入り込んで見てる。入り込んで見てるってことですよ。はい、ラジオでも人様。え？退場を受けた腹いせにアンパイにボールぶつけちゃいけないの？つまんないつまんない。スポーツまで何もかもつまんないです。何が楽しいんでしょうね。あ、これすごいですよ。神奈川県織広。え？ドラゴンボール？最有機のパクリでしょ、そんなの。つまんないつまんない。めっちゃ確信をつきますね。確信つきましたね。確信つきましたね。最有機の、確かに最有機のパクリですよ、あれ。よくよく考えたら。そもそも孫悟空ってよくつけた、ね、言うてますからね、孫悟空って。はい。すげえ、誰も言えないこと言いますね。誰も言えないことを言ってのけるなぁ。ラジオネーム、マルコメシンジ。この前、特ダネで、天外エッグの紹介をしていました。興味津々といった感じでスタジオに並べられたエッグを、嘘つけ。スタジオに並べられたエッグを手に取っていた中明さんでしたが、これ、使った後は、あれでしょ？ゆで卵とかにして食えるんでしょ？え？食えないの？つまんないつまんないと言いながら、床に放り投げてました。何やと思ってたんでしょう。何やと思ってたよな。エッグやから。使った後はって言うてますからね。そう、オナにすることに使うということは紹介されてるみたいですけど。そこには食いついたんですね。うん。ラジオネーム、これ最後です。変鎮ポコイだ。この前、中明さんが自分のおかんに、寝る前に本読んでくれないの？ちゅまんないちゅまんないって言ってました。かわいい。ちょっと変形バージョンには早かったんじゃないか。コーナーがずれていくには時期がまだ早かったんじゃないの？変鎮ぽこいだ。もうちょいということなんですけど、切るとこ見たかったですね。そうですね、はい、どうですか RG、はい、あ、前中さんのコーナーは、いや、ちょっとやっぱ僕もあのワイドショーウォッチャーとしては、あ、ワイドショーウォッチャーなの、はい、僕も井上光三さんのモノマネっていうのをずっとやってまして、ちょっといいですか、はい、はい、あ、じゃあ井上光三、ちょっとどうで、なんか聞いたらいい、俺が、はい、なんて聞いたらいい、松島奈々子さん最近どうなんですかみたいな、あ、なんか光三さん、はい、松島奈々子さん最近どうなんですか、あの僕が入手してる一番最新の情報なんですけども、うん、松島奈々子さんと反町隆史さんがベランダでバーベキューしてたっていう噂が入ってますね。似てるね。はい。これで一度、あの、テレビも出させてもらいました。あ、そうなの。共演もさせてもらいました。あ、はい。井上光三さんと。井上光三。どんな感じでしたか、それは。もう、しっかり聞くと似てないね、みたいな。他に、いっぱい、駒井さんとか、いっぱい芸能レポート、城下さんとかいっぱいいる中で、二、うん、人でちょっと漫才したんですけども、ちょっと、やっぱり似てないね、みたいな。やっぱ注目は井上光三さんなの。そうですね、僕の中ではやっぱりちょっと、また中明さんはちょっと まだ自分の中で、中明さんはちょっと自分の中でこう咀嚼してないというか、まだそうですね、はい、こんな毒舌言う人とはちょっと気づかなかった、毒舌毒舌です、毒舌毒舌です、毒舌です、毒舌です、毒舌毒舌じゃないです、うん、ちっちゃいつ入ってないです、はい、毒舌だとは毒舌また進まなくなりますよ、はい、毒舌だとは知らなかったんで、はい、ちょっとまだちょっとしっかり見とこうと思います、わ、はい、かりました、はい、じゃあね、まあこちら、あの、前中さんのコーナーで始まりましたので、はい、ぜひ皆さん、前中さんがこんな発言してたのを送ってください、はい、ね、さあ、というわけで RG 来ていただいてありがとうございました、はい、どうも、また暇やったら全然いつでも来てよ、本当ですか、うん、もうメールいらないですか、メールいらない、メールいらないですか、直で入って大丈夫ですか、うん、直で入って大丈夫。
ちょっともう自分の中で押し なんてえちょちょ自分の中でちょちょって言いましょうか、うん、何なのちょちょはちょちょはいやあの、うん、蝶々のように来ますという蝶々のように来ますというひらりと舞い降りると舞い降りると、うん、いう意味です何かあったら来てよまたはいいいですか、うん、ありがとうございます仕事がこれで埋まります、ね、まあ HG が退院するまではなお前もなかなか露出ができないという状況やろうから、はい、そうですだからここで何かを掴んで、うんうん、ちょっといろいろなところに使えるような武器を、うん、まあ今日はね武器手に入れましたもんねリスペクトパワーリスペクトリスペクトカバーカバーはい、はい、こうでもあれもう一回再現しようって言われたらちょっとできないんです確かにできへんよねあれリスペクトカバー、うん、あ 今は言えるんですけど、うん、リスペクトカバーを、うんまあ、今日一個また武器見つけたんで、うんうん、なるほど毎週なんか武器が見つけれたらなと思います多分お前ってあれやろな、はい、このぼんやりしたが予想やけど20年後もまだそんなんやねんやろな小林さん前もう俺らが師匠とか呼ばれてる時に、はいうん、や小林さん僕にあの言ってくれたいい言葉ですもん、うん、永遠とはお前のことだっていうそんなん言うたはい永遠っていうのは普通ないけども、うん、お前は永遠そうやなっていう思うわほんまに、はい、すごい名言いただいた沖縄の海見てるよりお前見てる方がそう思う永遠はあったっていう変わらないというか、ね、変わらないですっていうのは、はいはい、あそれ本当やなと思いまして、はい、ぜひまた RG 来てくださいはいよろしくお願いしますさあというわけで、木曜ね深夜の本編の方もぜひ皆さん聞いていただけたありがたいですということで健太君の手見よこポッドキャスト今日はここまでさよなら三角またきテンションバーンリスペクトパワー Enjoy Podcasting ポッドキャストで無料配信される人気コンテンツに CM を入れませんか情報感度の高いターゲットに効率的にメッセージが送れるポッドキャストアド詳しくはラジオ CM55 で検索